コンピューターは下書きしたものを綺麗に成長するためのマシンではない、それ以上の可能性が秘められてる、そういう話があります。で、私納得してたんですよね。でもプレゼンの達人、コンピューターによるクリエイター、話を聞いてると最近の人ちょっと真逆なことを言うんですよね。最初のアイデア出しの時はコンピューターの電源は切れ、コンピューターに向かうな、コンピューターに向かってもアイデアは出ない。この話を聞くとコンピューターはまるで生殖器みたいな、そんな扱いなんですよね。それなんかどっちが正しいんだろう。そう考えてみたら、まあコンピューターって生殖器かもしれないですね。コンピューターを使うとアイデアある程度は引き上げてくれます。例えば私のその技能、デザインの技能、それの下の部分は引き上げてくれるんですよね。でもその一方でクリエイティブな人の最高の能力、それはコンピューターによって下げられるのかなと思いますね。だからコンピューターというもの、下は持ち上げる、でも上は潰す、こう考えると最高のクリエイティビティを生み出す装置ではないのかな、そう思いますね。まあ今アドビとかの会社が非常に使いやすい直感的な操作方法でデザインできる、そういうものを開発してます。でも結局はデザインする人、手書きで書いたものをスキャンして最後に綺麗にする時だけイラストレーターとか使う、いきなしイラストレーターに向かって絵は描かない、そんな感じなんですよね。デザインとかの本読むと下絵をスキャンよく出てきますね。だからコンピューター枠を作っちゃうと思うんですよね。デザインいろいろなアイデア、それはコンピューターの外で大枠で考えて、それをコンピューターに落とし込む、最初のアイデア出しとある程度の完成品、そこまではローテクでいった方がいいのかな、そんな感じで思いましたね。だからメール書くとき、いきなしコンピューターに向かわずに何か下書きを書いてみる、手で書いてみる、そうすると何か感動を届けられるのかな、いいものを届けられるのかな、そう思いましたね。